バターワース駅は、マレーシアのペナン州、バターワースにある、マレー鉄道ウエストコースト線の駅である。ウエストコースト線の起点駅であり、対岸の一大リゾート、観光地である、ペナン島に渡る拠点となる駅でもある。また、かつては、タイのバンコク発の国際列車が当駅まで運行されていた。当駅や高速バスターミナル、フェリーターミナルがある。 バターワース外環状道路と海岸に挟まれた一帯にペナンセントラルと呼ばれる交通ハブを建設中でマレー鉄道も乗り入れる予定である。ウエストコースト線の伏線化、電化工事が進み、当駅もそれに合わせ改良された。2015年9月、グルニ駅カムンティン駅間で当駅を経由する形でコミューターの運行が始まった。現在は当駅、 パダンブサール駅間で運行されている。また、同年7月、当駅を経由する形で、一方駅、パダンブサール駅間、およびキロリットルセントラル駅、パダンブサール駅間のエレクトリックトレインサービスの運行が開始した。島式ホームに目に温線を持つ、地上駅で、京上駅舎を持つ。一番線の北東側には、ノースバターワースコンテナターミナルへの線路が通っている。 南西側にはバターアワース貨物駅がある。バターアワース駅とフェリーターミナル、高速バスターミナルが隣接しており、連絡橋でつながっている。マレー半島から対岸のペナン島へ渡る場合、バターアワースからペナンフェリーでペナン島の玄関口で中心地でもあるジョージタウンへ渡るのが一般的である。ありがとうございます。